神戸大学附属中等教育学校は、兵庫県神戸市東灘区住吉山手5丁目にある国立中等教育学校。神戸大学発達科学部附属の2つの中学校を前身とし、新たに後期課程を創設して、神戸大学直轄の附属中等教育学校として2009年に発足した。それまでの発達科学部附属学校の伝統を踏まえ、 ゆとり、継続、交わりを特色とした教育を行っている。また、神戸大学が掲げているグローバルエクセレンス教育を受け、新時代にふさわしい資質と能力を備え自立した市民、グローバルキャリア人の育成を教育目標としている。校訓は、自治、共同、創造。神戸大学の付属学校再編計画により、創立された。 編成前に存在した付属住吉中学校、付属赤市中学校は2009年度より生徒募集を停止し2011年3月に廃止された。国際的視野を持ち未来を切り開く心理探求の精神に富んだグローバルキャリア人を育成する。見つける力、調べる力、まとめる力。 発表する力の4つの力とそれらを総合する考える力を教科の学習はもちろん神戸ポートインテリジェンスプロジェクトをはじめとする教育活動全体を通じて育成する1、2年を基礎期3、4年を充実期5、6年を発展期を位置づけ教育を行っている基礎期では生活や学習の習慣を作ること充実期では 自分らしさを見つけること、発展期では、自己を確立することが目標とされている。2学期制で、カリキュラムが組まれており、4月から9月を、春学期、10月から3月までを、秋学期と呼んでいる。思春期を高校受験に分断されないという特色を活かし、継続した心身の発達を図っている。そのような特色を活かして、ゆとりのあるカリキュラムを編成し、 観察、実験、調査、見学、フィールドワーク、ものづくり等の体験学習を積極的に取り入れている。特に、4年生で行われるインターンシップ学習では、神戸大学の協力のもと、大学の研究室で、インターンシップ学習を行うことが可能であるほか、任意で希望する企業、団体、個人経営との合意があれば、インターンシップ先は、 生徒が自由に決めることも可能。また、中学生から高校生までの幅広い年代が集まっていることを活かし、幅広い集団の中での交わりを重視して、リーダーシップや協調的態度を養う。一般的に総合的な学習の時間と呼ばれるものである。学校創設以来、探究的な学習を神戸ポートインテリジェンスプロジェクトと命名し、 六年に一貫カ,カリキュラムの中心的な教育と位置づけている。神戸ポートインテリジェンスプロジェクトという名前は、神戸港が世界的な貿易の拠点であることを鑑み、神戸プロジェクトが世界で通用する知性を育むことを願って名付けられた。基礎期では、神戸学、奈良学といった地元のローカルな内容を中心に、グループワークなどを用いた探究活動や、 付属住吉中学校時代からの伝統である聞き方、話し方訓練が行われる。充実期では研修旅行と関連した内容を中心にグループで探究活動を行うほか発展期に行うより高度な課題研究の練習として自分で定めたテーマで課題研究を行う。発展期では基礎期、充実期での探究活動を土台に 自分でテーマを定めて、充実期より、高度な探究活動を行う。3年生修了時で4000字4年生修了時で8000字5年生修了時で1万8000字の論文の提出が求められる。特に、5年生修了時に書く1万8000字の論文は、卒業論文と呼ばれ、優秀な論文を書いた生徒は6年生で、神戸大学の施設で行われる。 発表会に参加するほか、学会発表等に参加することもある。2019年に、本校での課題研究指導のノウハウをまとめた、本として、探究の力を育む、課題研究が出版された。合併による、再編中のため、生徒数は学年によって異なる。兵庫県内に保護者とともに居住し、公共交通機関、あるいは徒歩で、 始業時刻までに無理なく登校できること。ただし、2020年度からの募集に変更あり、校則により、同校会に参加を許されるのは、後期生のみである。年間を通じ、様々な学校行事が催される。平成29年度まで、峠工事時間帯に、日本交通に、委託のスクールバスの運行が、 神戸大学附属中等教育学校阪急三影駅 JR 住吉駅間で実施されていたが、利用者数の減少により、平成30年度から廃止され、神戸市営バスで、登校時間帯のみ、学校行き便及び学校先回り便が新設された。また、うさぎ原祭開催時は、終了時間付近に、学校発の臨時便が出ることもある。ありがとうございます。